トランジションを使ってみましょう。トランジションはクリップとクリップのつなぎ目に追加して画面の切り替わりを効果的に表現する手法です。エフェクトパレットでトランジションをクリックしてトランジションパレットを表示させます。もう一度トランジションをクリックするとトランジションパレットを隠すことができます。トランジションパレットには使用できるトランジションが表示されています。ここでは放射状を選択します。選択すると上部のプレビューウィンドウで効果が確認できます。継続時間スライダーをドラッグしてトランジションの継続時間、切り替わりにかかる時間を設定します。ここでは1秒半ぐらいにしておきます。トランジションパレットから放射状をドラッグしてクリップの間にドロップします。トランジションアイコンが表示され、アイコンの下に左から赤いバーが伸びてきます。このバーはレンダリングの進行状況を表していて、右に行き着くとレンダリングが終了します。レンダリングとはコンピューターが画面の変化を1フレームずつ計算して新しく画像を作成することを言います。レンダリングが終了したら、どこか空いている部分をクリックしてトランジションアイコンの選択を外し、再生ヘッドの位置を調整してプレビューしてください。トランジションを変更するにはクリップビューアーでトランジションアイコンを選択してトランジションパレットで設定を変更します。アップデートボタンをクリックしてください。再びレンダリングが始まります。トランジションを削除するにはクリップビューアーでトランジションアイコンを選択してゴミ箱にドラッグするか、デリートキーを押してください。それではここで iMovie で使用できるトランジションをご紹介します。クロスディゾルブ。ゆっくりとクロスディゾルブ。オーバーラップ。右方向に移動。ゆっくり右方向に移動。縮小。ゆっくりと縮小。フェードイン。フェードアウト。円閉じる。円広がる。放射状。ズームイン。ワープイン。ワープアウト。ウォッシュイン。ウォッシュアウト。